ちょっと、ちょっとあなた。一人で何やってるのよ。戦技大会のルールは知ってるでしょ。パーティーでの参加が必須。一人だったら即失格よ。分かったら誰か相手を探してきなさい。もしかして誘う相手がいないとか。ごめん、悪気はないの。あなただったら引く手あまただと思っていたから。まったく仕方がないわね。それじゃあ私が組んであげる。ちょうど一人で暇してたしね。それならなんでここにって。あなたには関係ないでしょ。文句があるなら私は帰るけど。ほら、そろそろ始まるみたいよ。テス、なんて言うと思ったか。俺にマイクテストなんて必要ない。俺のたけるフォトンの力でみんなには十分聞こえているはずだ。軽く挨拶でもさせてもらうぞ。どこでも本番、いつでも本気。俺ヒューイ、六毛銀行の六兼今大会の主催だ。よろしくな。モニター開始だと反応が分かりにくくてつまらないな。まあみんな盛り上がってるだろうし気にしないけど。戦技大会への参加感謝するぞ。俺は主催だから参加できないという事実に打ちひしがれているところだ。こんなに楽しそうなイベントに参加できないんだからな。くそ、企画するんじゃなかった。さて戦技大会の内容だが、細かいルールは気にするな。やるべきことはただ一つ。誰よりも強い者が誰よりも万全に奥地へとたどり着く。そういう風にできているだから諸君は。あてっと、おいこら邪魔するな。今演説中なんだぞ。くそ、うりゃ、いいだろ。私だって運営に関わってるんだから喋らせろ。アークスの皆よ、聞こえているか。私の声が。我が名はクラリス・クレイス、六毛金鉱の5だ。三英雄だ。偉いんだぞ。今回の戦技大会には私もいろいろと絡んでいる。存分に楽しむといいぞ。最後にはとっておきのお楽しみも用意してあるからな。楽しみだな。おっとクラリス・クレイス、それ以上喋ってはいけないぞ。秘密だからこそ楽しいこともある。さてそろそろ戦技大会開催だ。いいなクラリス・クレイス、打ち合わせ通りに喋るんだぞ。分かっている。ではアークス戦技よーいドーン。おい、
わね。やった！ここで森林エリアは終わりか。小休止スペースみたいだし、少し休憩しましょう。もっともあなたの動きを見るに休憩なんて必要なさそうだけどね。会うたびにあなたの動きは洗練されていくわね。正直羨ましいぐらいの成長速度。染みついたようなその動き、幾度も繰り返された必要な訓練の成果といったところかしら。どれだけ繰り返せばこの短期間にそれほどの力がつくのかわからないけど。ああ、ごめん。なんか責めてるみたいになっちゃってた。強いことは悪いことじゃないわ。調子に乗ったり度が過ぎたりしなければ間違いなくいいことよ。参加者諸君、ご苦労ご苦労。楽しんでくれているかな。私も参加したいな。なんだ、呼び出しか。通信回線切っておくように。気を取り直して、途中経過の報告だ。現在の成績優秀者はあいつとハンターのサラのペアか。なになに。私の力が必要な事例。しかもマリア直々にご指名だって。ハンターの王座とフォースのマールーのペアも頑張っているようだな。よし、わかった、任せておけ。すぐに行く、行くから。とはいえ全員ほぼ横並びだ。接戦熱戦大激戦、いくらでも逆転のチャンスはあるぞ。もっと楽しそうなことが見つかったぞクラリサ。急いで出撃だ。ということで後半戦もで、おい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 、クラリス・クレイス、お前主催に割り込んできたくせに途中でいなくなるのかよ。まあ楽しそうだったからよし。引き続き諸君の活躍に期待する。以上。あのおバカさん、いなくなってくれたようね。これで途中で逃げなくて済むか。ごめん、こっちの話だから気にしないで。それより上位にいるみたいだし、このまま独走してしまいましょう。
これで、これで、これで、空気が変わった。どうやらこの先が最後みたいね。最後のエリアに向かう前に一つ聞いておきたいことがあるんだけど、いいかしら。あなた本当は組む相手他にいたでしょ。黙ってても顔は正直よ。まったく気使いすぎというか、おせっかいというか。そのうちとんでもない貧乏くじ引くことになっちゃうわよ。まあでもありがとね。おかげで私も楽しめてるわけだし。こういう催しに参加するなんて考えたこともなかったから。それも誰かと組んでなんて、私にとってはどれもこれも関係のないことだったしね。さ、行きましょう。ここまで来たら最後もビシッと決めて終わりたいし。君たちへのご褒美、それはこの俺との模擬戦闘だ。
国防銀行に胸を借りるというのは非常に名誉なことらしいからな。さあ遠慮せずに全力でかかってこい。すみません、ご褒美辞退します。すっかい棒闇。おいおい、ここまで頑張ってきたんだから最後も頑張ろうぜ。それに俺は君の実力を知りたい。いや、私は知らなくてもいい。そうはいかない。俺は六毛金庫、アークスに連なる全てのことを知らねばならんのだ。そっちの君のことはある程度分かっている。だがしかし、そちらのサラという少女、君は知らん。君には会ったことがない。俺が会ったことがないということは、君はアークスではないはずだ。なぜなら俺はアークス全員に会っているし覚えているからな。名前はよく忘れるけど。顔も忘れたんでしょ。それはないな。うん。それで私を咎めると。いやいや、全くそんなつもりはない。アークスではないかもしれないが、その心は正義のものだろう。だから確かめさせてほしい、君の正義の心意気を。はぁ、めんどくさい。結局は自分が戦いたいだけでしょ。そう考えてもらっても構わないぞ。何せ俺にできるのは戦うことと人助けをすることだからな。ごめん、面倒なことに付き合わせちゃうけど、運命だと思って諦めて。では行くぞ。さてと、マネ。Emergency Code Due。はっはっ。やっやっ。Yes! Completed! おお、見事だ。すごいぞ、やるじゃないか。この俺を押し切るとは素晴らしい力だぞ。最優秀ペアというのも納得だ。よく言うわ、二人がかり全力でやっとってどれだけ規格外なのよ。まあ俺は鍛えているからな。しかし君たちの力も相当のものだった。たゆまず研鑽を積めば、そのうち俺もひょいっと飛び越されてしまうだろうな。エキシビションマッチもここまで。最優秀は文句なしで君たちだな。これらの経験が君たちのさらなる精進につながることを期待しているぞ。ではさらばだ。待って、ヒュイ。私のことはどうするの？うん、どうするもこうするも。最優秀賞おめでとう。以外に何か伝えることがあるか。いや、そうじゃなくって細かいことは気にするな。刃を交えてみて分かった。君の心意気によこしまなものはない。だ、正義の心を忘れなければ大抵のことは何とかなるものだ。がむしゃらなくらいがちょうどいい。聞きたいことはそれだけか。それじゃあな。まったく、いろんな意味で規格外の存在なのね、あれは。私もまだまだだわ。それじゃ、私はここで。一緒にやれて楽しかったわ。
あいつがエルダーをやったやつかな。なるほどね。封印されてたって場所を見に来たついでだったのに、もっといいもの見ちゃったの。儲け儲けっと。